縄の知事選挙は玉城デニーが当選だそうです。まあ、いろいろ言いたいこともございますが、めんどくさって感じで終わらせていただきます。本日は私の大嫌いな立憲民主党のお話です。産経ニュース2018年9月30日立憲民主党が初の党大会、最強の野党へ活動方針採択。枝野代表、遠からず政権担う。いや、無理やろ。記事に行く前に現在ですね、近畿地方に台風が近づいてきています。さあどうなるんでしょうか。21号が恐ろしかっただけに、もうヒヤヒヤです。記事によりますと、立憲民主党は30日、9月30日、初の党大会を都内で開き、今週から、今年の秋から1年間の活動方針を採択した。で、最小の野党第一党から最強の野党へを掲げ、来年夏の参院選比例代表に20人以上の候補を擁立し、原則すべての改選複数区に独自候補を擁立する方針を打ち出した。そういえば立憲民主党漫才師を公認してたな。誰やこれって思ってんけど、もう名前も忘れたわ。改選1人区については、立憲民主、国民民主、共産など、野党6党派が候補を一本化すべきだと訴え、安倍晋三政権を倒すため、勝意を捨てて、徹底的に野党連携を追求する、と宣言した。日本国民有権者よ。マジで、選挙行きや、って思うねんな。でも、テレビに洗脳されたアホほど生きよるから、めっちゃ嫌って感じなんですが。安全保障法制と憲法9条への自衛隊明記に、明確に反対し戦うとも明記した。そうやねんな、角丸枝野さん。まあ、枝野代表は角丸派から献金を受けるような、マルクソ的な人やし、で、民進党の代表だった蓮舫は、二重国籍で、こいつ台湾人とか言ってるけど、パスポートにはソウルって書かれてあって、便宜上の台湾人。いや、ほんまは山東省ちゃうのって感じやねんな。本当はお父様、韓国華僑で中国山東省の出身ちゃうのって思うんですよね。チャイナ・イン・ソウル、過去東京、中華民国、中間大使、過去京。まあ、このパスポートでは台湾籍離脱はできてないやろうなと。いつの間にか中国国籍に変えた人なのかしら。まあ、謎な方で、本当に二重国籍解消できてるのかしら、って感じ。立憲民主党は、そもそも、民進党であり、あの無能だった民主党の人たちの集まりじゃないですか。民進党では当選できない人たちがいっぱい出てくるということで、後ろから前原さんが、希望のなかった希望の党から民進党の議員を出す、ということで、希望の党の代表、小池のおばちゃん、東京都知事なのに、なぜか、国政にしゃしゃり出てきた。まあ、誰かに操られてはんのかよくわからへんけど、その中で、最もいらん、言うて。排除の論理で、振り分けられていらん、言われた人たちが慌てて作った立憲民主党。枝野幸男、筆頭に、極左の中でも最もやばい人たちの集まりなんですよ。2014年の10月30日の夕刊フジによりますと、安倍首相は、10月30日の衆院予算委員会で、殺人や強盗や窃盗や盗聴を行った角丸派活動家が影響力を行使し得る。指導的立場に浸透していると見られる団体から、枝野は約800万円の献金を受けていた。と指摘してらっしゃったから、めっちゃヤバヤバな人なんですよ。角丸派っていうのは左翼過激派。ほんまにヤバいんですよね。マルクソ。ですから、選んではいけない政党なんですよ。立憲民主党も国民民主党も、そもそも民主党、社会主義インターナショナルの奴らが紛れ込んでいる政党、国際組織の人たちと一緒にできるいうことは、ああ、やばい系やねんな、と思ったらいいんです。で、枝野は私がポスト安倍だとか言ってるみたいね。枝野幸男は演説で、野党第一党として政権の選択肢となり、遠からず政権を担う、と訴えた。いらんいらん、もう。怖い怖い。旧民主党政権の失敗を念頭に、教訓を生かさなければならない、私の責任は、政権を得ることではなく、長期政権を作ることだ。プロレタリア独裁大失敗したもんな。で、枝野は次のように強調しました。野党第一党の党首である私がポスト安倍だ。ないない。
活動方針では衆院選や統一地方選で女性を積極的に擁立する姿勢を示し、この女性っていうのはちょっと大和女ではないようなやつが出てきそう。参院選比例代表の候補の4割以上を女性にする目標を掲げた。あんまりね、女性に調子こかせるの良くないと思うよ。女の私が言うけど、男がやっといたらええねん、こういうのはな。準党員である立憲パートナーズの活動を本格化させることや、これ日本国籍だけのパートナー、民主党時代は日本国籍なくても大丈夫みたいなのだったから、まあ我々の政党ではないから、日本人はちょっとここ敬遠した方がええで。で、党のツイッターのフォロワーを現在の20万人から30万人に増やす目標も盛り込んだ。まあ監視してる人たちがいるんやと思うけど、党大会は親しみやすさをアピールする目的で、立憲フェスと銘打って開催され、党の政策や活動を紹介するブースが会場内に設けられたほか、党所属議員らによるトークイベントも、もう全然興味ないから、もういたら苦痛やんなって感じで。まあ、とにかく、立憲民主党は私たち日本人の政党ではない。極左のヤバヤバな人たちの集まりやと思ったらいいんですよ。辻元清美はちょっと北朝鮮っぽいんですよね。お友達にリアル北朝鮮人、サイリュウカイがいますからね。この人とどういう風なコミュニケーション取ってるんやろうね。朝鮮語やろか。